こんにちは、画家で女優の蜷川由紀です。今日は都市について考えてみたいなと思います。私のこの後ろにある作品は2011年に描いた作品なんですが、バラ都市という作品です。女神様が都市を抱きしめて泣いているっていうね、愛しい都市よ、私の子供のようなっていうふうに抱きしめている、そういう作品なんですね。イタロ・カルビーノの見えない都市という小説をテーマにして書きました。フビライ・ハンがマルコ・ポーロに55個の架空の都市の物語を語るというお話なんですね。それで、その中でイタロ・カルビーノは、都市は欲望と恐怖でできている、そんな風に言っているんですね。すごく感動しまして、本当に私たちみんな何かを恐れ、そして何かを欲し、そういう人たちのいろいろなかけらがわーって集まって一つの有機体になっている、それが都市なんだなっていう風に思いました。でそれを書いていた時に、ちょうど311の、原発事故が、津波と原発事故が起きたりして、街に誰も人がいなくなって、みんな逃げてとかっていう連絡が来たりもして、もうこれで資本主義社会は終焉が来たなぁなんていうふうに思ってたんですよね。にもかかわらず、私たちもこれで何かがこう変わっていく境目にいたっていうふうに非常に思ったんですけれども、喉元すぎればっていうか、何も変えることができず、変わることができず、生活変容ができずに今日に至ってしまったようにふうに思っています。で、あの時資本主義は終わったなっていうふうに勝手に思ってたんですよ。営利目的で人間のこう危機っていうものを顧みないでいろいろ開発してったりとか、そういうことが私たちを、自分人類を危機に及ぼしていってるなっていうふうには思っていたんですけれども、でも原発政策と地球温暖化政策、温暖化対策っていうのはセットだっていうふうに聞いたので、そういうふうに思うと、そこもまたね、どういうふうに地球温暖化のせいで今こういうコロナ禍になってるわけですよね。でも原発をそれほど、あれだけの事故があったら増やしていくわけにもいかないし、いろいろと私たちがもう一回何か自分たちの生活っていうか、本当に一人一人が幸せになれるにはどうしたらいいんだろうかっていうことをもう一度考えてみたらいいといけないのかなっていうふうに思っているんですね。みんなそうだと思ってますけれども、で都市の話をしようと思ってるんですが、その1999年とか2000年頃、まだこんなにスマートフォンとかなってなかった頃だったと思うんですが、イミダスっていうこの分厚い本があって、1年に1回出ていろんな産業がこう載ってるんですね。その産業ごとにこうヘッドライン、この産業がこうなってます、建築業がこうなってますとか、映画産業がこうなってます、それから新聞メディアはこうなってますとか、それだけじゃなくて、例えば鉄鋼業はどうなってますっていうのが全部ヘッドラインで書いてあって、それを読むのが好きでヘッドラインだけずっとこう読んでたんですね。そして一番面白かったのが、この産業すごいなって思ったのが建築、それからもう一つが農業だったんですね。農業はバイオがあるから、これからバイオっていうものがすごくなっていくなって思いました。それから建築っていうのはやっぱり思想がないと大きな建物とかできないし、あるいは都市設計とか都市もね作っていく、そういうのは
人間が一人でできるようなことなのかしら。建築って面白い。最先端の思想、ポストモダニズムとか構造主義とか、なんかそういうものを全部インクルードして、そして一つの、産業というか、ものになってて、アートでもあり、そして機能性もあり、そして何か大きな思想とくっついていないと都市なんて作れないし、大きな建物も作れないんじゃないかなっていうふうに思っていて、建築のことを知りたいなって思ってました。そういうふうにしていましたらば、その5年後ぐらいですかね、女優業を休みし始めた頃に大勢の建築家に出会うことができました。黒川紀章さんとか黒川正幸さんとか、それから段野彦さんと台北の国際空港なんかね、やってらっしゃる、それからあと竹山清さん、清さんとか、今はそうですね、熊健吾さんとか、瀬島さんとか、いろんな方にもお話しすることができて、特に黒川紀章先生とか段さんとか正木先生とかは仲良くお話しさせていただいて、やはり都市ってのただ整然とできていてはダメで、どこかこうゴニョゴニョとした人の欲望がこう集まってるような、そういうごちゃごちゃした場所、路地裏とかそういうものも必要だよねっていう話もしたりしました。あとは例えば筑波都市みたいにね、綺麗に出来上がった都市があるけれども、そこは自殺が者がすごく一時期多かった、あれは大丈夫なのって言ったら、そこの教授が、人が大丈夫だよ、フィリピンバーできたからみたいな感じフィリピンパブできたからみたいな感じでね、そうやって自分の欲望とか、そういう何か享楽的なものとかも都市には必要なんだなっていうふうに思って、いました。演劇もね、そういう部分がたくさんあるので、ストイックだったらいいかって言ったらそうでもなくて、やっぱりそういう自分の欲望だったり恐怖だったりというものを吐け口として出していく、そしてそれも全部こう人間だよねって言って抱きしめてくれる女神様みたいなものがいて、都市には女神様がいるんじゃないかなって私は思っていて、それをそのことをみんなが、もっと理解して、その何を言われてるのかなって、聞く声を聞く耳を持たないといけないのかななんて思ったりもしています。イタド・カルビーノの見えない都市には、地下水脈にね、女神がね、寝転がっている、そういう都市もありました。なんだろうな、何かこう自然の声というかね、そういうものにもっと耳を傾けていかないといけないのかなっていうふうに思いますね。海辺の町に住んでる時、本当に息をしてるだけで、その緑もたくさんあって海も見えてたら、こう息をしてる、呼吸をしているだけで満足しちゃう、自分はここにいるっていうことで、ああもう本当に幸せだ、感謝しますって。自然が持っているものってそういうものだと思うんですよね。五感をから何か幸せってものを感じ取るのかなっていうふうに思っています。なので、まあ社会がやっぱりこういうふうになっていくっていうのは、本当に地球温暖化でね、ぜひ誰か、メディアの人はグレタさんにお話を聞きに行ってもらいたいなと思うんですよ。だけどもう一度本当に何が幸せなのか、経済活動もしていかなければいけないけれども、今までの限界が来たんだというふうに思っているので、それをこう前向きに捉えて、いい形で次の時代を生きていくような方法を考えなければいけないなって思う毎日で、
実際今のことは今もしのがなきゃいけないけど、でもその後どうするのか、クリエイティブに考えていかないといけないんだなって思うわけです。なので私は今できなかったこと、今まで忙しくてやりたくてできなかったことをたくさんやっているんですけれども、和夫石黒さんが国家の記憶っていうお話をされていて、みんなが集合的無意識のように何かを忘れることがあるって、国全体、国民、民族全体で忘れてしまうことがあるっていうふうな集合的無意識みたいなお話をされてるインタビューを見た、読んだことがあるんですけれども、だから社会の中でもそういうことがあるのかなって、これだけねいろいろなことがあると、そういうみんなでいきなり全員で記憶喪失になるようななんかそういう部分も人間にはあるのかななんていうことも思ったりして、ダンテの煉獄編も書いてるんですが、まさにまあ私たち人間がどういう旅をして、そして自分自身のいろいろな煩悩みたいなのをクリアしてですね、天国の道を進んでいくのかってね、山を登っていく煉獄の山の絵をずっと描いてるんですけれども、しかしフィリップ・ケー・ディックですらこの疫病に関してはお話ししてなかった、そういう SF を書いていませんでした。やっぱり何かを変えていくっていうのはすごく大変っていうか、なんか惰性で過ごしていってしまうっていうかね、私たちに突きつけられた難題、毎日考えてたらきっといいアイディアが浮かんでくるんじゃないかなと思っています。都市、見えない都市、どんな都市に住みたいですか？一緒に考えていきたいと思います。